弊社もですね、商品を作るチームみたいな部署を、新たに立ち上げて、物販事業への参入っていうものを非常に今進めているんですね。当社は実は原画ですとか、さまざまな中間成果物をかなり多くですね残している会社でして、年間数千万円のコストをかけてそれを倉庫にしまったりしてますので、そういったものを有効活用して展示をしてファンの皆さんにも喜んでいただいて、また物も買っていただこうという形のコンセプトのお店になります。まずキービジュアルですね。キービジュアルは攻殻機動隊のさまざまなキャラクターが渋谷の街に楽しげにいるですね、ちょっとウォーリーを探せみたいなイラストをですね、ちょっとアニメとは離れて描かせていただきました。これは日系ロシア人のイサーク・チャイコフっていう人が描いたんですけれども、非常に効果機動隊をよく見ていてですね、パロディなんかもですね非常に効かせている、スパイスを効かせているイラストになってます。で、あとこの展示コーナーは今クロコのバスケ の原画を展示してますけど、さまざまなですね今後展示を行っていく予定ですので、ぜひその展示を、お楽しみにしていただければと思います。クロコのバスケはですね、今年総集編があるということが発表されていまして、今後大きく盛り上げていきたいというキャラクターコンテンツでございますので、クロコのバスケをまず第1弾に選ばせていただいたという形です。で、ここで飾ってある原画はあちらでも販売してます。原画クリアファイルっていうものに使われた原画をセレクトして展示してますので、その連動も図っているという形です。はい、ショップのキービジュアル、こちらをですね、特大ポストカードにして、明日から、購入2000円以上の方に1枚プレゼントさせていただいています。世界でここにしかないですね、渋谷の街に攻殻機動隊スタンドローンコンプレックスがいるというですね、非常にレアなものになりますので、ぜひご覧いただいて、ゲットしていただければと思います。よろしくお願いいたします。